けられない宿命だ。逃げるわけにはいかない。俺だけのバトルがある。待ってたぜ。プロジェクト D のリーダーとしてじゃなく、一人の走り屋高橋涼介として俺自身のけじめをつけさせてもらう。一匹狼だった頃の赤城の白い彗星に戻った気分だぜ。このバトル絶対に勝つ。俺にはハッタリは効かないぜ。じっくりと。あいにくだったな。なるほどな。勝負はこれからだ。重要なのはどれだけ効率よくタイヤを使えるかということだろう。コントロールできる。いい仕上がりだ。敵ながら鮮やかな手際だった。ミスったな。厄介だな。やり返すのは至難の業だぜ。そろそろ先行させてもらう。しまった。もらった。ダメだ。スピードが落ちていない。止められない。まだまだお前の走りは隙だらけだ。後ろにつかれた。どうか、しぶといやつだぜ。突き放せない。ここに来てペースが落ちていないのか。局面まで温存していたのか。大した占領役者だぜ。勝つのは俺だ。制御力をマックスに立ち上げられない。鳥肌もんだ。俺でも理解できないようなポイントがいくつかある。あのパフォーマンスはセオリーだけでは説明できない。今までいろんなやつを見てきたけど、お前みたいなやつは初めてだ。また会おうぜ。